さあ攻守の方向入れ替わりまして、今度は佐藤建設が画面向かって左から右に攻める格好になります。これより第2クォーターに入ります。佐藤建設ボールオン自陣31ヤードからフォースダウン8、パントフォーメーションを選択しました。まずは陣地挽回を図らんとします。このパントは大阪ガス陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置で攻守交代となります。アメリカンフットボールは陣地そのものは勝敗に全く関係がございません。どれほど陣地を抑えていてもその面積は勝敗条件に全く関係なく、アメリカンフットボールは点取りゲームです。しかし陣地が有利、相手陣にある、自陣にあるということで、失敗した時のその失点、得点になるリスクは大きく変わります。陣地そしてボールの開始位置はその強弱のバロメーターとしてご覧ください。まずその陣地を一旦相手側に返す形でイーブンな状態に戻した佐藤建設。さあ大阪ガスは自陣35ヤードからの攻撃、どのような展開を始めるでしょうか。まずはこちらもランプレーを展開しようとしましたが、このランプレーは佐藤建設も強い。ハンドフォーを託された6番、今度は右オープンの展開を図りましたが、ここに佐藤建設のディフェンスライン陣殺到しまして、約2ヤードのロスを奪っています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、交代をロスと表現します。ロスは1ヤードでした。さあ押し戻されましたが、大阪ガス自陣34ヤードからセカンドダウン11。ナイスキャッチ、ナイスファースター。ここでクォーターバック18番は外に展開していたワイドレシーバー1番にヒッチパス。1番はそこから中へ切れ込んで見事なステップワークで攻撃権更新を果たしました。大阪ガススカンクスファースター、素晴らしいキャッチアンドランを行いましたのは大阪ガスの1番のコウ。さあパスプレーによって再びリズムを戻した大阪ガス、ボールオン自陣41ヤードからのファースターアンテン。さらに行きます。さあ前が空いてるぞ、ビッグゲイファースター。クォーターバックジャッジ番ここでロングパス、右オープン縦に切り上がっていたワイドレシーバー20番、見事にこれをキャッチし一気に中央を突破しまして、相手陣ゴール前に迫るビッグプレーを決めました。大阪ガスファースター、見事なロングパスをキャッチしビッグゲイン果たしました。ワイドレシーバー22番は清家。さあこれによりまして相手陣ゴール前に迫りました。大阪ガスファーストダウン2ゴール、残り8ヤード。パス不成功。クォーターバックジャッジ番ここは左に流れながら中央に切り返してのパス、しかしこのパスコントロール乱れましてパス不成功となっています。攻撃回数一つ失いまして、大阪ガスセカンドダウンに変わります。しかしチャンスです。大阪ガス相手陣8ヤードからセカンドダウン2ゴール、残り3回の攻撃でタッチダウンを狙います。成功、タッチダウン。クォーターバック18番佐藤建設ディフェンス殺到する中、見事これをかわしまして逆方向へ展開したワイドレシーバー10番にパス、これをノーマークになった10番キャッチしてそのままエンドゾーンに入りましてタッチダウン。見事なタッチダウンパスによりまして大阪ガスさらにタッチダウンで6点を追加といたしました。
素晴らしいステップでパスを通しました。クォーターバック18番はチームキャプテンの岡取りました。ワイドレシーバー10番はタイトエンド登録の谷田です。そしてこのキック決まりまして1点追加、大阪ガススカンクス14点、佐藤建設スタンディングウェアーズ0点となりました。大阪ガスクォーターバック岡の見事なパス攻撃によりまして先制となりますタッチダウンを重ねております。現在優位に進めておりますが、しかし佐藤建設もラン攻撃を封じる見事なディフェンス、そして堅くなにその地上戦で突破を図らんと乱攻撃を展開しております。これがもしかすると何かしらの仕掛けを生もうとしているのかもしれません。試合は大阪ガスのキックオフで再開となります。さあ佐藤建設ジャングル下がリターンに入ります。しかしこれはタイミング合わなかったか、リターンほとんどならず佐藤建設陣15ヤード付近でボールデッドとなり、この位置からの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは極めて重要なのがタイミングになります。ブロッカーのタイミング、そしてブロックしたタイミングでキャリアがうまく抜けられるかどうか、これらが全てデザインされています。わずかな判断、そしてハンドリングのミスによるタイミングのズレが致命的な失敗になります。こういった点もご注目ください。さあしかし佐藤建設の攻撃です。ボールオン自陣15ヤードから佐藤建設ファーストダウン10、まずはここもランプレーから入りました。キャリア26番託されまして中央突破を繰り返します。しかし大阪ガスも譲りません。ゲイン1ヤードでとどまっております。佐藤建設セカンドダウン9、ボールオンは自陣16ヤード。QB サーク、クォーターバック13番パスを投じようと身構えましたが、ここを大阪ガスディフェンス陣が佐藤回避しようと左に展開しましたが、しかし大阪ガスが QB サークパスを投じる前に仕留めました。これによりまして約6ヤードのロスを奪っています。さあ佐藤建設押し返される形になりましたが、自陣9ヤードからサードダウン16の状況に挑みます。パス成功、クォーターバック13番プレッシャー浴びつつ、ここでワイドレシーバー19番にパス、これを競り合いながらキャッチしまして大きく前進としています。しかしわずかに攻撃権にはまだ更新至っておりません。フォースダウンと変わります。15ヤードのゲインです。しかしこの競り合いの中、ワイドレシーバー19番近藤見事にキャッチしました。投じたクォーターバック13番の相生も素晴らしいパスでした。しかし陣地が自陣に近いということで失敗した場合のリスクを考え、ここはパントを選択します。佐藤建設フォースダウン残り1ヤード、パントフォーメーション、ここでホイッスル。ここで佐藤建設前編1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。ここは佐藤建設パントフォーメーションをする際のメンバー交代に何かしらのトラブルがあったようです。これによる反則が発生する可能性を考えて、ここであえてタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは攻守とも選手の交代に制限はありません。
プレーが終わりました。その間断の間に何人変わっても、そして全員変わっても結構です。さあ試合再開となります。佐藤建設フォースダウン残り1ヤード、パンプフォーメーション。さあ大阪ガスリターンに入ります。しかしこれは佐藤建設カバーよくハーフウェイ付近でボールデッド。この位置で攻守交代となります。佐藤建設攻撃に突破口をまだ見出せない中ですが、しかしパス攻撃が通り始め、これが何かしらの突破になる兆しになるかもしれません。しかし状況的には現時点ではまだ大阪ガスが陣地的には優位な攻めやすい位置にあります。大阪ガス相手陣48ヤードからファーストダウン10。このパスは不成功。好調なパス攻撃でまず最初に大阪ガス入りましたが、これは佐藤建設ディフェンスのカバーよくパス不成功となりました。前パス失敗ですので、ボールは元に戻されてのセカンドダウンに変わります。大阪ガス相手陣48ヤードからセカンドダウン10。パス不成功。クォーターバック8番、手前にいるレシーバーに投げると見せかけ、そこから一気にロングパス。しかしこれは佐藤建設のカバーよくパス不成功に終わっています。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。大阪ガス好調なパスプレーによってさらなる加点を狙おうとしておりますが、佐藤建設ディフェンス陣も徐々にこの攻撃に対応できつつあるようです。ターゲットは17番の末谷でした。大阪ガス相手陣48ヤードからのサードダウン10。さあ相手陣にありますが、攻撃権更新、必要距離10ヤードを狙うか、あるいは同じくタッチダウンを狙うのか。インターセプト。プレッシャーを浴びつつクォーターバック18番、ターゲットを探しパスを投じました。しかしそのパスを待っていたかのように取りましたのは佐藤建設5番。インターセプトネリー攻守交代です。ターンオーバー。これにより攻撃権は佐藤建設に変わります。さあついにこのパス攻撃を食い止める形になりました。佐藤建設見事インターセプトを決めたのは佐藤建設の5番、有本。これが突破口となるでしょうか。佐藤建設自陣32ヤードからの攻撃に入ります。佐藤建設ファーストダウン10。クォーターバック13番、スナップが乱れるというトラブルがありましたが、見事に切り返しまして左オープンに展開しています。しかしプレッシャーありましたので、これは5ヤードロスに変わりました。佐藤建設セカンドダウン16、ボールオンは自陣25ヤード。パス不成功。クォーターバック13番、今度は右にスプリントアウトし、その勢いでワイドレシーバー13番にパス。
しかしこれは大阪スディフェンス厚くパス不成功となっています。ダウンを結果的に攻撃回数1つ失って、次は3回目の攻撃に変わります。佐藤建設スタンディングベアーズ、サードダウン16、ボールオン自陣25ヤード。さあこの状況打開になるでしょうか。クォーターバック13番ハンドオフへから自らキープ、その総力で攻撃権更新を図らんと左オープン展開しましたが、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。しかし素晴らしいステップワークでこの状況打開を図っているクォーターバック13番はアイオイ。佐藤建設フォースダウン8、パントフォーメーションを選択します。大阪ガスリターンに入った。これもハーフウェイ付近で外へ出る形になり、この位置での攻守交代となります。しかしハーフウェイ付近からの攻撃という形になります。大阪ガスこの優位な状況をさらに生かさんとする状況にあります。大阪ガス自陣48ヤードからファーストダウンテイク。さあここでオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択をするプレーです。ここはクォーターバック18は自らボールを確保しまして約3ヤードのゲインを果たしています。クォーターバック18番は岡、チームキャプテンです。大阪ガス相手陣に入りまして、相手陣49ヤードからのセカンドダウン7。クォーターバック18番プレッシャーを壊しつつ左に展開しパスを投じようとしました。しかしそこに佐藤建設ディフェンス陣殺到、44番が QB サックしましてロストを変えました。 QB サックしました。佐藤建設44番は川野。大阪ガスサードダウン13。パス成功、ファーストダウン。下げられました。厳しい状況でしたが、大阪ガスクォーターバック18番ワイドレシーバー1番にパスを通して見事攻撃権更新です。大阪ガスファーストダウン。チームタイムアウト。ここで大阪ガスが前半1回目のタイムアウトを取ります。さあ窮地を脱しました。見事なパスプレーを投じたのはクォーターバックの18番の岡、取りましたのはエースワイドレシーバー1番のコウです。そしてここで仕切り直し、攻め手に回るための作戦を練り直す形でここで大阪ガスはタイムアウトを取りました。さあ大阪ガスは残り時間1分41秒で得点を狙います。この時間内に得点できないと現在のポジショニングは全てリセットになります。大阪ガス今の優位な位置にあるうちに得点を狙う形を狙っ得点を狙っておりますが、さてなるでしょうか。佐藤建設は逆に言いますとここを封じることによってなんとか状況を打開したいところではあります。ボールオン相手陣38ヤードから大阪ガスファーストダウン10。パス不成功。
ここでクォーターバック18番はプレーアクションパス、相手をランプレーによって引きつけてロングパスを投じようとしましたが、しかしこれは佐藤建設見事に対応しパス不成功に終わらせています。大阪ガスセカンドダウン10、ボールオン相手陣38ヤード、前半残り時間は1分33秒。大阪ガススタンスセカンドダウン、パス成功、さらに振り切った、タッチダウン。ここでクォーターバック18番は中に切れ込んできたワイドレシーバー10番にパス、10番、これをすれ違い側に見事キャッチし、そのまま一気に独走、左サイドライン駆け上がりまして一気にエンドゾーンを落とし入れた、タッチダウン。大阪ガス見事加点成功しまして6点追加です。素晴らしいパスを投じたクォーターバック18番は岡、取りましたのはタイトエンド登録の谷田です。大阪ガストライ4ポイント。キック決まりまして大阪ガス1点追加、大阪ガススカンクス21点、佐藤建設サンディングベアーズ0点となりました。残り時間少ない状況、佐藤健、大阪ガス見事に得点に成功しまして、さらにリードを広げる形に成功しました。佐藤建設0点、前半戦終了まで残り1分21秒です。さあ前半残り1分21秒となりましたが、佐藤建設この時間内に得点を上げることができるでしょうか。先ほど得点を上げました大阪ガスのキックオフで試合再開となります。佐藤建設リターンに入った、しかしこれも大阪ガスのディフェンスカバーチームが殺到しまして、自陣20ヤードを超えた時点でボールデッド、この位置からの攻撃と変わります。リターナーは26番の宮下でした。残り時間は前半1分13秒となっています。佐藤建設自陣22ヤードからのファーストダウン10。佐藤建設ナンプレーで入ります。再び中央突破により状況打開を図らんとしています。ランニングバックキャリアは3番でした。しかしこれも大阪ガスディフェンス守り厚くノーゲインとなっています。ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。従いまして前半残り時間1分を切りました。佐藤建設自陣22ヤードからセカンドダウン10。再びランプレー、今度は左オープンの展開を図りました。26番の総力に期待しておりますが、しかし大阪ガス譲りません。ゲイン1ヤードにとどまっております。時間がなくなりました。前半終了となりまして、大阪ガススカンクス21点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点、大阪ガスが前半3タッチダウンをリードを上げまして、試合を優位にする形で終了する形になっています。